も、今日はカーブに入る前に覚えておいた方がいいトリックを、3つ紹介しようと思います。で、まあカーブボックスなどグラインドなどをしたい人も多いと思うので、まずそれをやる前に、まあカーブに慣れるってことで覚えておくといいかなと思うトリックを紹介していきます。まず最初、まあ、縁石にノーズをかけるノーズロックの紹介をしていきます。ノーズロック、まずスタンスはノーズとテールともにキックを踏んでおく、結構広いスタンスになる感じで踏んでおきます。縁石に向かっていって少しノーズ側を上げて、縁石にトラックウィル、前のトラックが当たった時の反動を使って前足を踏む。そうするとテール側が上がってきて、で、ノーズがかかった形ですね。ノーズロックの形になります。なぜこれを覚えておいた方がいいかというと、まあ、ノーズスライドとかするときにこの形になるんですけど、まあ、板を踏むっていう感触、オーリーとかとはまた違った感覚があるんで、やっといた方がいいかなと思います。で、降りるときはまあ普通にはめてる方の足を、前足だね、前足をの力を少し抜いて、後ろの足、後ろのタイヤだね、地面について戻るってアウトします。ちなみに、今回やってるのが普通に車道と歩道のところにあるちょっとした段差でやってるので、探したら結構こういうの見つかるんじゃないかなと思うので、ぜひこういうスポットを見つけてやってみてください。あんまり高すぎると分かんなくなります。で、次に段差を降りる、普通に、まあ、ちょっとした段差をピョンって降りる、この動作ですね。で、まあ、この動作を覚えておいた方がいいっていう理由は、まあ、簡単に言うと、あのボックスこすったりとかしてアウトする時の感覚とほとんど一緒なんで、これがそのため覚えておいた方がいいかなと思います。まあ、スタンスは少しノーズを上げて降りる感じがあるんで、ちょっとだけテールのキックを踏んでおくといいかなと思います。で、降りる時によく上げすぎちゃって板をテールを踏みすぎちゃってうまく降りれない人もいるので、そんなに力入れず少しだけ後ろの足を踏んどいてあげる。なんか体の感覚的にはショービットとかに近いかな。ちょっと力をふわって抜いてあげとく感じで降りるとやりやすいと思います。で、この時にスピードがなさすぎると耐える時間が長くなって、まあ、マニュアルの時間が長くなって難しくなるので、少しスピードをつけてやってあげるといいかなと。そんで最後にフロントサイドのストール、これはあの最終的にあのフロントサイド50/50の入り方につながってくる重要な技なんですけども、オーリーをして板を90度にした状態で縁石にトラックをかける。そうするとそのトラックがかかってウィールところで引っかかってロックされる。で、この時に大事だなと思うことがあって、足元、下半身だけで乗りに行っちゃう。そうするともしかかるのをミスった時に板が抜けちゃったりとかして、まあ、腰を強打したりとかことがあるかなと僕は思うので、基本体はボードの上にあるようにした方がいいです。で、これオーリーを練習中の子とかもやってみてもいいかなと。これをやることでオーリーのヒントにつながったりもすることあるんで。あと、ストールする時の注意点としては、まあ、あんまワックスとか塗られてない方がいいかな。最初滑るところでやんないで、滑らないところで練習して引っ掛けるっていう動作を覚えるのが大事かなと思います。で、これ僕ちょっと跳ねてドンって降りちゃってるんだけど、降りるときはあのさっき段差を降りたときみたいに少しテールを踏んで
板曲げてあげるだけでもスッて降りれるんで、まあ、ちゃんと入る前に縁石に乗るためにオーリーしてあげるっていうのは大事なことなんで、ちゃんとテールを蹴ってあげるように。最初はね、多分前のトラックと後ろのトラックがうまく引っかかんないで斜めになっちゃうこととかあると思うんだけど、この練習としては90度にしてかけるっていうのを練習しとくと、後々フロントサイド50やるときに結構楽になるので、なんか前に飛ぶっていう感覚につながるかなと思います。